さあ今日はですね、デイ2でございます。昨日まではね、まだ1日目の朝の行動しか話せなかったんですよ。<laughs> <laughs> ね、台湾の苗柄と言われる10分に行きまして。で、そっからですね、あ昨日ね、話しましたけども、<laughs> 願いのことを書いて、こう、暗読みたいなやつをこう、結構大きいのよ。それをこう飛ばすってやつ、やりまして。で、そっから、今度は、ピンシーシェンっていうね、 もともと炭鉱だったところが閉鎖して、仮想化が進んだところの配線を、なんか、行楽線みたいな行楽路線みたいなの変えて、で、あのー、電車になってるんで、それに乗って、今度だから、今まで10分ってところにいたんですよ。今度9分ってところに。だからね、9分って、要はその、元々は、なんか村、ちっちゃい村だったんだって。で、旧世代しかなかったから、だから、 街にみんな、代表して誰かが荷物を買いに行くんだけど、家のもんとか。で、9人分、じゃ9家庭分、みたいな9分っていう風になったらしいっていう話ですけども。で、なんかでもそこは、だからその、ゴードラッシュとかがあったから、一時はその9分って言われてると、ものすごい実は人口がたくさんになったこともあったんだ。3、4万人いたことがあったんだって。でも今最近は、なんかほら、千と千尋のさ、神隠しの、 あの、お宿のなんか、モチーフになったとかっていうお茶屋さんがあると。ある、ね。有名じゃん。もう日本人山ほどいましたよ。うん。俺もバンバン喋っておられたもん。ああみたいな。ああ、西川だ <laughs> みたいな。<laughs> でもうなんかまあ、そこで、うだうだしながら、中国茶いただいたりとかして。楽しかったですよ、なんか。うん。 でも、現地の方はやっぱ行かないのね。やっぱなかなか。うん。なんであのとこ行くのみたいな。なんか、やっぱ、日本人が、やっぱその、なんかさ、千と千尋とかで行く。もうね、乗っかってるから、本当に。コンビニから流れてくるさ。あの地平線。完全乗っかる。街全体が乗っかる方向で。寄せてく方向 <laughs> い。早尾に寄せてく方向だって。 ミニジブリだったからね。<laughs> いやいや、そんなとこもありまして。いや、楽しかったですよ。夜中までいて。で、そのまま夜帰って、その夜、小籠包へ行ったのかな。でも、なんかよくわかんないもんだからなと思って、あの、地球の歩き方的な本あるじゃん。で、乗ってたとこに行ったの。まあ、また日本人を。<laughs> 全テーブル日本人 <laughs> みんなチラチラ見られながら。えー まあでも、こっちは男5人ですから、まあ気にすることないんで、別に全然いいや、と思って。えー、食べてましたけど。当然ですけども、行ってるって言ってないので、まあ、ツイッターとかあるじゃないですか。で、見てるんですけど、反応できないじゃないですか。まあね、一応こうなんか、どこにいますよみたいなのを言うのも変だしと思って、日本帰ってから、ここ行ってましたよって言おうと思ってるんですけども、やっぱこう、同じコースで動いてる人見たみたいで、今日3回お会いしましたみたいな方が、リプライとかもらったりとかして、ああ 誰も見んじゃねえよと思った。<laughs> そんなこともあったりとかして。<laughs> まあまあ、そんな中で。翌日ですよ。今度は、朝から、向こうの多様の方で、あの、その一緒に行ってた後輩のやつが、つながりがある、その方に、朝からね、ランチ行くおになったりとかして。で、そのまま、呼吸博物館行る知ってるあの、白菜。白菜。向こうって、あの、中国で白菜ってすごい縁起がいいのよ。あの、純潔を表したりとか、小沢さんとかね。 いろいろあるんですけど、その、中国、その台湾の呼吸博物館って、その、翡翠を削って、すあの白菜の形に削り出してんだけど、すげえんだって、その翡翠で白菜になってんだよ上の方の青い葉っぱの部分をこう、から、ほら、普通だと翡翠ってさ、あの、真っ青で透明度が高い方が高いって言われてんだけど、それは当然白くて濁ってるところが入ってるわけ。ひび割れなんかも入ったりとかしてて、 その翡翠としては二級品なんだけど、それを、そのグラデーションうまく使って、白いところが白菜のあの、茎の部分っていうの。で、緑の部分が葉っぱで、で、上の部分はバッタとかあるわけ。だからそうやって、だからここだ、ここだ、そのだからこう、子孫繁栄とかね、そういうのをこうなんか、一等ぼれでいってるわけよ。で、もでもね、パンフとか見ると、さぞやでかいんじゃないかと思ってたら、もう握り拳ぐらいかな。<laughs> びっくりしました。あとあの、角煮の、角煮の、石を、石のそのなんかこう、何層もなってるこうさ、加工岩みたいなやつを削り出すと、うまくこう層を使って、角煮みたいに見える石があるっつって。なんでこういうこと考えるんだろうな <laughs> <laughs> なんで石を角煮にしようと思う <laughs> いや、でもさ、見てみたいじゃん。まあ、並んでみましたよ。 確認の石。もうほんとね。なん、どれぐらい本当に確認ぐらいの。ちっちゃい石なんだ、これが。でも、まあよくできててさ。うん。面白かった。まあそういうの見たりとかして。呼吸博物館行ったりとかして。マジで。呼吸博物館も時間なくて、ね。ワンフロアしか見れてないのよ。<laughs> それぐらいよ。ええー、もうわかりました。じゃあ今日はこの、ね、じゃあ続きは明日ね。